Run to egg. Oh my gosh. Oh, I wish I hadn't seen. はい、というわけで、ここ、今年もランチの卵取ったってよ。こんちは、こんばんは、ヤッホーここです。見えますか？これ、ランチの卵です。いや、もうこの露材洗おうと思って出したら、ここ一面にね、巻かれてしまってて、もう今からね、もう全部一個一個、卵がついてる露材を、この黒いバケツにね、入れていこうかと思います。おは、ここです。生まれてるんだけど、マジか。採卵した翌日に生まれた。私去年もね、卵中の採卵をして張り子を育てているんですけども、その時はこちらのねハイグローのみでやってみようと、この餌だけで残った子をまあ育てようと思ったわけです。そして今回は検証、卵中の張り子にゾウリムシだけ与え続けたらどうなるの。今年も卵中の卵を取ってしまったということでね、今回はですね、ゾウリムシでハリコたちを育てていこうと思います。去年はハイグロで、今年はゾウリムシ。なぜゾウリムシなのか。私はメダカも飼育しているんですけども、実はね、メダカのハリコの餌用にゾウリムシも培養していて、もうね、めちゃくちゃね、爆誕しているの、ゾウリムシが。うわーって。で、メダカの張り子にね、ゾウリムシをね、こう毎日やってるんだけども、ふと思ったわけですよ。これ、卵中でもいけんじゃないのかっていうふうに思ったわけです。はい。本来ね、ブラインシュリンプを沸かして、まあ、卵中の張り子に与えるのが、まあ、一般的やと思うんですけど、私、ズボラじゃないですか。いつも見てくださってる方はもう分かってると思うんですけども、ズボラじゃないです。ブラインを沸かすのがめんどくさい。はい、なので今回は卵中の張り子にゾウリムシを与えていこうと思います。ちなみにこのバケツでゾウリムシを培養しております。ちょっと白く濁っちゃってる。これはね、昨日豆乳をちょっと多めにここに入れちゃったので、今朝はまだちょっとゾウリムシがね、浮いてこないというか、あんまり見えないですね。こうやってかき混ぜて、1日1回こうやってかき混ぜます。今日は別にゾウリムシを当てないんで、昨日生まれたばかりなんで、まだ全然ヨークサックが、張り子にはついてるんで、そこから吸収、栄養吸収するので、ゾウリムシは別に今日、こうやって浮いてこなくても、OK。二日目の様子なんですが、かわいいですね。見てください。まつげ一本分くらいの細さです。これみんなね、今、このね、下に、露材にね、くっついて、じっけしております。はい、今日3日目なんですけど、ていうか、もうね、泳ぎ出してる子が、いる。見えます？ちょびちょびしてるの、おるんよ。早くないですか？いや、早いな。まだね、じっけしてる子もおるし、泳いでる子もおる。はい、4日目になるともうね、水面付近まで上がってきて、すいすい泳ぐ子がちらほら見受けられます。これは餌を探している行為なので、どんどん今からゾウリムシをあげていこうと思います。
もうね、ほらゾウリムシがこうやって上に湧いてます。このね、粉みたいな白い部分、これがゾウリムシです。ここをちょっと上澄みを取ってポキョッポキョッポキョッとね補強してあげます。アンモニアが心配なのでギョバッとはいりません。いや、めっちゃ臭いね。はい、5日目の朝、はい、ゾウリムシをちょっとね取って、これもバケツにちょんちょんと垂らしていきます。左上の方にね、ゾウリムシが動いてるの分かりますか？さあ、6日目の朝、今日もバクバクゾウリムシ食べてます。なんか心なしか一回りね大きくなったように感じます。はい、もう今日でね、もう1週間ということでね、見てください。まあ、めちゃくちゃゾウリムシいけるの分かります？はい、それを食べるランチューハリコ、みんなちゃんと食べてるからお腹がちょっと白くなってんの見えますか？おお、これゾウリムシいけるぞ。ね、今日は、ランチュー赤ちゃんの移動をしたいと思います。お引越しが、はい、この下、この辺りにジャンボキャラをね持ってこようかと考えております。そして飼育水に親のところのグリーンウォーターを少しだけもらって入れます。こんな感じ、だいたい水温は同じです。はい、同じです。それでは広い世界へゴー。早速ね、今日もゾウリムシを食べさせたいと思います。なんかすごいな、年季の入った水みたいになってますね。これ今日8日目なんですけどね、1匹もね張り子落ちてないんですよね。でもすごいね、本当に食べてるからゾウリムシの色になってるの、お腹が白いね。いやー、これは面白い。多分ブラインシュリンプをやってるとお腹がちょっとオレンジとかピンクっぽくなるんだけど、白い、ゾウリムシは白い。で、夜気になってハリコキャッチ見に来たんだけど見えないの。そう、やっぱ金魚とか、やっぱ生まれた時からそこの方で寝るというか、あれかな、あんまり水温変化が激しくないように下の方で寝るんだな。
はい、今日はね、初めてハギコキャッチの水替えを行います。プロホースを壁につけながら、ハギコを吸わないように気をつけて水替えをしてみました。注水もそーっとです。いやー、今日は爆誕ですね。見てください、濃いですよ。この濃さ、ゾウリムシの爆誕です。今日はいつも落とす一匹の中にどれだけのゾウリムシがいるんだろうかと。すごいですね。これはもう何万個、何百、わからないぞ。とにかくすごい、この一滴に詰まってます。今日で15日目です。はい、もう今日もね、たっぷりのゾウリムシを食べております。最近ゾウリムシが本当に豊作で、毎日たくさん与えることができています。ちょっと待って、なんだあれ、かわいそうに。メタリックの虫、大丈夫か。おお、綺麗な虫を、大丈夫かな、これなんて虫だろう、大丈夫。めっちゃ顔拭いとるわ。はい、17日目、結構大きくなってきました。ちょっとここへ来てゾウリムシが減りました。死滅したのかな。なのでちょっとリセットします。この上の方にいるゾウリムシだけをちょろっと取って、カルキ抜きの下を水に入れます。で、豆乳もちょっと入れておきます。今日はね、ゾウリムシの量が少ないんで、お腹ね、白い子は少ないかなって感じです。さあ、今日でもゾウリムシを卒業したいと思います。ゾウリムシくんたち、餌となってくれてありがとう。はい、てなわけで、今日で20日目になりました。現在のハギコキャッチの様子がこちらです。ちょっと食べ過ぎて倒れちゃってる子もいますけど、これぞ食い倒れ金魚ですね、これこれ、あ、はい、心配になるようなね、倒れ方なんですけども、至って普通、本当に食べ過ぎでこういう風になっちゃいますえ、生まれてから昨日まで、まあ、19日間、今日で20日なんで、昨日までゾウリムシだけでここまで大きくなってくれました。本当にね、まつげ1本だったサイズから太めに、こんな太く成長してくれました。というわけで、今日からこちらのハイグローに切り替えて、飼育していこうと思います。で、ハイグローを餌として認識してくれるのかということなんですけども、ちょっと上げてみます。あ、えらいぞ、食べてる食べてる、えらい。そう、それがね、これからのご飯だからね、いっぱい食べるんだよ。あとね、もうね、尻尾の形や可愛いおけけもよく見えます。おお、この子は大きいな。エリートです、この子エリート、いい体型してます。これは将来楽しみ。あの子今うんこしかな
もうね、ここまで来るともう安心して見てられます。みんなね、よく食べてます。最後にまとめてみました。ゾウリムシを卵中張り子に与え続けたら、実質19日間、問題なくみんなすくすく成長していきました。去年と比べるとハイグローよりゾウリムシの方が生存率が高く、また1日3回ゾウリムシをまいておくことで、常に張り子たちの周りに餌がある状態になり、餓死する可能性は低くなります。これはよく言えば、ゾウリムシはブラインシュリンプよりも栄養価は低いものの、ブラインシュリンプの代わりとなる餌なんじゃないかなと思いました。そしてゾウリムシ摂取後は、ハギ子たちがハイグローを餌として認識してくれたので、今後は問題なく飼育を続けていけるのではないだろうかと考えております。ただこのハギ子たち全員生き残ったらどうしよう。もう飼育スペースないぞ。ちょっと今悩み始めてしまってます。この180の船に入れようか。いやでもそんな狭くなっちゃうし、あーどうしよう。今年は本当にね、卵中ハギ子たちの生存率は半端ないので、いやー本当悩みます。もしこのまま、あーどうしよう、ね、それでは最後まで動画を見てくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ここよろばにゃー。